衝撃の生え際。レースウィッグはもう古い？レースウィッグは30年前から存在している。不自然さを隠すために生え際の部分はブリーチ加工すると髪の毛が金髪に。使用していくにつれてレースがほつれていく。そしてレースウィッグをかぶるだけではずれてしまうので、着用するにはテープが必要です。ところが常識を覆すウィッグ革命が。カラーチップの4つから自分の生え際カラーが選択できる。地肌に合わせたカラー選択と特殊シリコーンへの丁寧な植毛で肌に馴染み、地肌と同化。ぴったりフィット、ずれないからテープなしでも着用できる。すごい。でもさっきのと全然違う。ここがいつもテープ貼らないと浮いたりするんです。それはないです。快適なウィッグ生活を送るなら、ワンステップの生え際オーダーシリコーンウィッグ。